青森県出身の秋元、そして藤原の2センターバック、そのキャプテンの藤原、J1 浦和内定、大きなボール、しかも精度が高い、内田ダイレクト、那須川、キーパー、萩原、決まりました、決まりました、なんとなんと芸術的なゴールでしょうか、前半の28分、ピッチを広く使う、美しい得点で3得点目。